お世話になります、ひとりでございます。以前別の動画でウーラオス連撃の方で剣盾のストーリーを無双する企画をやりましたが、もう一つの進化系である一撃の方ではまだやってなく、こいつでも無双できるのか気になりますよね。一撃ならば当然無双してくれそうですよね。私は無双を無双しワクワクしすぎて眠れなくなりました。多くの人も同じ状況だと思いますので、今回はレベル10ウーラオス一撃の方で剣盾のストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールはバッチゼロ個で鎧島へ行き、ダクマを入手するまでストーリーを進めます。その後別ロムの掛け軸でダクマを進化させ、ウーラオスの状態で元のソフトに戻します。ダブルバトルの際はその都度適当にポケモンをゲットし、相手への影響が最も低い技を使用します。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。今回使う個体はですね、はい、このウーラオスレベル10オスでございます。技については曰くだけ暗黒強打こらえる気合ダメの普通のね状態でございます。でここだけちょっとイレギュラーでございまして、のんきな性格だったんですけど、これじゃさすがにきついので性格だけは意地っ張りで補正しております。攻撃上がって特攻下がるような状態でねいきたいと思います。はい、それではスタート。育てないでそのままワイルドエリア行っちゃってエンジンしていきましょう。うおい、嫌がらせの木炭やめてくれ、こんなもの使わねえんだから。初めての対戦行きましょう。まあ、最初はやっぱり曰くだけしか使えないっていうねそれ悲しいよな。でも曰くだけで一発ですね、ちゃんと。それは強いわ。2人目対戦、曰くだけで一発。やっぱ序盤は全然無双できますね。はい、曰くだけで一発。はい、一発。お、はい、初のホップ戦か。はい、曰くだけで一発。あ、ツバメ返しね、一番最初のジムで使えますから覚えさせておきましょう。はい、初の暗黒強打ですね。はい、一発ですね。急所に当てるとはって、だから確定急所なんだって。もうツバメ返していく。正直こいつタイプ的に苦手でも意外と勝てるからさ、そんなこいつに有利じゃなくてもいいんだよね。はい、暗黒強打で一発。はい、暗黒強打で一発。暗黒強打で一発。もうこれ暗黒強打無双じゃん。野郎の野郎を野郎。はい、ダイナックで倒して2段階済み。粘り勝ち一発で潰すけどな。うわ、攻撃2段階上昇のダイアークでも倒せない。マジかよ、なかなか硬いな相手。うわ、危ねえ。しかも超ギリギリじゃん。大草原めっちゃ食らうじゃん。相手と4レベル差あるからね。まあ、しょうがないか。意外とギリギリだったな。おい、自転車野郎大丈夫か。悪は悪で倒す。岩砕いてく。連戦か。暗黒強打一発。ホップちゃん潰してくぜ。はい、岩砕けて一発。はい、暗黒強打。おい、急所はこれ確定なんだよ。そういう風に言うのやめよ。余裕。ツバメ返していく。余裕すぎて見どころないわ。頭突き覚える？こらえるいらないから、覚えさせておきましょう。元気のかけらとかこの企画で使えないから元気じゃないかけらになっちゃうんだよ。ちょっとここでお香買おっか。まあ絶対フェアリーのとここんなんじゃごまかしにならないけど、のんきのお香買っとこ。その運ゲーに委ねるしかないからね。よっしゃ、ルリナ戦だ。ただこいつ言いにくいからね、そういう意味で実況者の敵ですよね。やべえ、回復せずに来ちった。バカしたな。バカしたわ、完全にアホした。暗黒強打で一発強い。はい、ダイナックル2回で倒して2段階上昇させていく。ダイナックルで一発。だから敵討ちする味方いねえんだよ、嫌がらせかよ。おっしゃー、ビートには余裕で勝てるね。はい、頭突きで2発。うわ、やべえ、妖精の風。あぶねえ、危ねえ危ねえ。4倍弱点だけどこれしか食らなかったってことはそんな強くねえってことか。これだったらフェアリータイプもいけるかもな。オッケー、暗黒強打一発。暗黒強打最強だな、ほんと。よし、戦うぞ。あ、瓦割り来ましたね。これでようやく岩砕きとバイバイだね。暇人エール団たち。瓦割ってく。瓦割ってく。よっしゃ、ありがとう。今んとこ完全大無双だね。マリーちゃんはマリのように遊ばさせていただきます。はい、ツバメ返してく。はい、ツバメ返してく。はい、瓦割りで一発。いや、カブさんは本当に火傷がきついんだよな。うわ、鬼火やられた。オッケー、当たんなかった。ラッキーラッキー。うわ、危ねえ。超ギリギリ。うわ、鬼火結局やられたわ。最悪。オッケー、ダイナックルで何度か3段階上げたけど、ちょっときつい。ついかな。うわ、巨大百科めっちゃ食らうし、やけどプラス炎の渦ダメージ。うわ、きっちー。やっぱりここさ、やけどがマジできつい。やけど直しも購入しときましょう。オッケー。え、暗黒強打で一発で普通に倒せましたね。うわ、ダイジェットで一発かよ。全員一発で倒せたわ、本来だったら。完全にプレイングミスだね。まあさっきちょっと育ったのが良かったのかな。そういえば名前つけてなかったわ。オス無双でいいでしょ、これ。可愛いじゃん。またこいつ元気のかけらっていうね。嫌がらせしかしてこないわ、こいつ。おし、砂ヘビイベント行くぜ。あ、余裕。ゲームも一戦。エールダン弱すぎ。うわ、このばあちゃん怖えな。おし、戦おう。あ、ちょっと待って、こいつも地味に危なくね。やべえ、メロメロボディーな。待って待って、やばい、危ねえ。いけ。うわ、やべえやべえ、危ねえ。指振りだからよかった。続きフェアリー技来たら終わるぞ。
あ、こいつ指を振るしかやってこなかったからまだいいけど、フェアリー技やってきたら余裕で終わってたな。なんとか倒せたね。ピクシーやばいぞこいつ、これ危ねえぞ。はい、指を振る、よかった指を振るしかやってこない。うわ、ミルクの実とか。オッケー、危ねえ。ギリギリ勝利だわ。トップちゃん行こう。だから確定急所なんだっていつも言ってんじゃん。強打で一発。ビルドアップきたー。ビルドアップ系にしてやる結局。強打で一発。はい、強打で一発。はい、瓦割って無双。いや、お前ほんと怖いよ。マジでボコボコにされそう。潰していきましょう。ビルドアップだけ一回積んで、はい、強打で一発。いやー、ミミッキュのじゃれつくあったらやばいぞ。よかったー、ミミッキュじゃれつくしてこなかった。はい、強打で一発。ダイヤークで一発。よし、ビートちゃんどうも。ビルドアップワン積みしとこう。はい、強打で一発。はい、強打で一発。オッケー、36レベルでアイアンヘッド。これちょうどいい頃にアイアンヘッド覚えるのがすごいっすよね。瓦割り忘れさせとこうか。オッケー、一発。強打で一発。すごい、傷薬めっちゃ買っとこう。いやー、絶対勝てねえだろう。もう無理だよ絶対もう。いや、雑魚的でさえ無理なんじゃないこれ多分。マジか、ドレインキス。つえ、やべえ、マジか。こんな食らうの。おい、これもう絶対勝てねえじゃん。なんとか倒した。そういえばこいつってこのジムの真ん中で待ってんだね、来るとき。まあとりあえずここまで一発で来れただけでもうそこで褒めるべきですよね。妖風、妖精の風、意外とそんなまだ大丈夫だ。倒していく。うわ、威嚇じゃん。ドレインキス無理だって、もう無理だって、それ無理、絶対勝てねえって。ビルドアップしていく。倒せないの、マジか、マジ。オッケー、ガタハラなかった、ラッキーラッキーラッキー。全然勝てない、ひでえわこれ。ダイスツールで、はい、一発で倒す。ドレインキッスはきつい。でもこんぐらいか。あー、もうマックスじゃん。鉄壁使った、ラッキーラッキーラッキー。ビルドアップしていく。オッケー、ドレインキッス耐えていく。そうだよね、パープルだよね。防具と防具、あ、これいけるぞいけるぞいけるぞ。だからビルドアップ積めばどんどん相手の攻撃力が弱まって、それで結果的にこっちのね攻撃がね、オッケーオッケー、これで防御をマックスまで上げて、これドレインキスそんな食らわない。オッケー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 、鉄壁ラッキーじゃないこれは。16歳、オッケーオッケー、いいよ。攻撃と属性ぐんと上がっていく。オッケー、一発で持ってった。オッケー、相手で一発。これで一発で倒せなかったらきついんじゃないか多分。オッケー、一発で倒した、マジか、よっしゃ。オッケーオッケー、アイアンヘッドで一発。これなんならさ、連撃の方より早く倒せたわこっちの方が。私のプレイングミスってことじゃ。ガチ無双できんじゃねこれ。よし、もうフェアリー突破したから負けねえぞ。強打で一発。ビルドアップなし、瓦割りで一発。積むまでもないわ。うわ、やべえ、ドラムアタックやべえ。あ、マジか、危ない危ない、急所に当たって、危ねえ。舐めすぎた、さすがに。まさかの負けそうだったわ。私はお前のためにおっぱいをつけましたからね。お前のメロゆっくり味わわせてもらうぞ。ビルドアップ積んどく。はい、瓦割ってく。はい、瓦割ってく。はい、ここでハゲにして、はい、ダイナックルで一発。氷は氷、見てなさい、私はあんたのメロンを見るよ。はい、ダイナックルで一発、すげえ。やっぱこのオス無双もこいつのメロン見て興奮したんかな。メロン2個もらいたい、早えよ。さっき戦ったばっかだよ。さっきゴリランナーで痛い目見たから、ビルドアップちゃんと積んどきましょう。はい、瓦割ってく。はい、強打で一発。強打で一発。はい、瓦割ってく。私はオロットがクビになってることがかわいそうでしょうがないよ。またお前お疲れさん。はい、カラットグー。はい、カラットグー。押し戦おう。山梨なんちゃす。おい、ちょっと待って、きついって、マジかよ。いや、この野良トレーナー地味に強えぞ。あぶねー、ギリギリ倒したー。おっしゃ、マリーちゃん。ビルドアップ一応積んどこう。はい、瓦割ってく。はい、瓦割ってく。瓦割りで2発。はい、瓦割ってく。もし、じゃあ必要なね、雑魚を捕まえてきます。星ガラスちゃん、オッケー、サンキュー。ネズさん、この時期にネズにこのライブはやばいって。幸い3密じゃなくて2密ですね。ビルドアップ2回目積んでく。倒していく。瓦割ってく。はい、強打で一発。よし、無双っすね。ジム用の雑魚を捕まえていきましょう。また星ガラスちゃんを、おいしょー、ゲット。俺との対戦の前にポケデツなんか見てんじゃねえ。そんなのつけ焼き場にもならないわ。恥を知れ。ここも結局2対1だからね、きつい場所ではあるんだよね普通に。ワイドブレーカーいきなりやれた、きっちー。ワイドブレーカー、しかも星狩りスタイルタイルに倒されていく。うわ、ワイドブレーカー、オッケー、ラッキーラッキーラッキー。バイ、のんきの子聞いた。倒していく。うわー、残った、きつっ。エビニラビア、外れ、うわ、外れなかった、しかも。あ、サダイジャ守る、ラッキー、ラッキー。うわー、最悪外れたし。うわ、きつっ。お、砂嵐収まった、ラッキーラッキーラッキー。オッケー、ビルドアップ積んでいく。オッケー、相手守る使ってくからラッキー。まぁ、ちょっとズルっぽい感じだけど。おい、なんだよ、4回連続麻痺ったよ。で、しかも砂地獄というね。いや、ビルドアップあと1回積ませて。麻痺直しで回復していきましょう、麻痺。よし、なんとか倒す。砂嵐に、砂地獄。きっつ、すげえきつい。一発、オッケーオッケーオッケー、ナイス、オッケー、なんとか倒した。一回も知らずに勝ってたのはやばい、ちょっとずるかったけど。こいつこんなうざい負け方したっけ。よし、ここで最強の技マシン買っていきましょう。ドレインパッチきたー。
前回大活躍したドレインパンチを覚えさせていきましょう。余裕で勝てるね。はい、ビルドアップの湖。オッケー、ドレインパンチ最強じゃん。はい、一発。はい、余裕。はい、ドレッパー一発。ガイマックスするの忘れちゃったけど、いけるかこれ。大丈夫、アイアンヘッドで一発でいける。オッケー、あいった、危ねー、ギリギリ危ねー。しかも急所だし。ホップステップジャンプさせてもらうぞ。はい、ビルドアップ三ズミ。ガチ強え、マックス回復したわ。またはい、余裕一発。はい、強打で一発。はい、強打で一発。オッケー、ダイアックで一発だ。余裕で大無双だね。つかこんな綺麗な高級ホテルでこんな道着で入ってていいのかな。このシーンもかっこいいな、実際のところ。オリーブちゃん、お前の2つのオリーブゆっくり味合わせてもらうぞ。念のためのビルドアップしておきましょう。はい、強打で一発。ゲドレパン2発。はい、ドレパンで回復していく、強い。はい、強打で一発。マジオリーブ切れそうだわ。お前には立派な2つのオリーブあんだろ。はい、ダイヤでワンパン。タクラムだよ。もしかしてメロンちゃん、やろうとしてんのか。カブさんは相変わらず真面目で、やろうとも考えてないだろうね。こいつの乱入がここまで怖いの初めてだわ。ここでビルドアップ積んで、防御固めといて、ここで積んでいきましょう。はい、じゃれつくられても多分大丈夫。オッケーオッケー。で、こうもう一回ビルドアップ積んでおきましょう。そうすればじゃれつくやられても知らないと思いますからね。おっね、ギリギリギリ。ビルアップ使いましょう。ビルドアップ積む。オッケー、ビルドアップ。はい、ドレパンで一発ですね。これでオッケー、一気に回復していく。ヘッドで一発、ヘッドで一発、オッケー。はい、一発オッケー。フェアリータイプよ、ビルドアップにひざまずけ。全く印象に残ってないぐらい弱いと思う、多分。はい、ビルドアップ積んでいく。はい、強打で倒す、強打で倒す、強打で一発。はい、強打で一発。ダイマックスする時間もったいないから、私はドレインパンチで一発で倒していく。つかあんたの腰のやつどういう仕組みになってんの。途中で糸みたいなの切れてるけど。オニオンはじっくり炒めてやるよ。ここもビルドアップかな。はい、強打で一発。はい、強打で一発。守るの上から強打で一発、強打で一発。うわ、あぶねえ、ぶれぶれ、急所だ、あぶねえ、超ギリギリ、あぶな。こんなとこにスマホ持ってきてるやつに負けたくねえんだよ。オッケー、あくびしてこなかったわ、ラッキー。どうせお前トラップシェルしてくんだろうと思ったから、こっちはビルドアップだよ。はい、ドレパンで回復しつつ倒していく。強打で一発、強打で一発。ダイマックスする時間もったいないから、ドレパンで多分一発。オッケー、一発で倒していく。お前はダイマックスするまでもねんだよ。スマホでもいじっとけ、私がぶっ潰してあげるよ。はい、ビルドアップ詰め。はい、ドレパン一発、ドレパンワンパン、ドレパンワンパン、ドレパンワンパン。ダイマックスするの面倒道具だから、またドレインパンチでいけ。一発で終わらせていく。無限デーナ勝負だ。暗黒強打2発だね。無限デーナまた勝負か。無限デーナゲットだぜ。無限デーナさんとお別れいたしましょう。グッバイ、君の運命の人は俺じゃねえ。そんなスポンサーいっぱいつけてる金の亡者に負けたくねえんだよ。あ、禁止やってくる。そこでビルドアップかましていく。あ、ラスカー余裕。あ、いえ、余裕じゃねえ、全然余裕じゃねえわ。はい、強打で一発。あ、激凛相手の方が早い。マジか、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ドレパンで倒す。はい、強打ワンパン、ドレパンワンパン回復。うわ、結構入る、めっちゃ入ってんじゃん。ダイジェットワンパン、このリザードワンパンできなかったら負ける。頼む、来てくれ、来い、頼む、一発。オッケー、来た、よっしゃよっしゃよっしゃ、勝った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 。これはやばいわ、これはやばい、マジで最高記録出ましたね。これプレイ時間大体7時間半ぐらいでいけましたし、一番最高ベスト記録出しました。やばいわマジで、今回はマジで超大無双だわ本当に。ということで検証結果、レベル10ウーラオス一撃の方で剣立てのストーリーは超大王無双できるでした。ウーラウス連撃の方ですら4倍弱点がないのに無双できたものの、何回かはゲームオーバーになってしまったので、4倍弱点のある一撃の方でこんなウルトラ無双してくれるとはまさか思いもしませんでした。まあ、フェアリータイプのところとかはたまたま戦ってていい戦法が見つかって勝てたという運の面もありますけどね。キバナ戦のところもいろいろうまく噛み合ってたまたま勝てたので、完全な実力とは言えないですね。でも今回は今までで一番少ないゲームオーバー回数に加え、約7時間半という最短のプレイ時間でクリアすることができました。しかもこのプレイ時間には鎧島に行ってる時間とかも含まれますから、それも考えるとめちゃくちゃ早いと思います。一撃の方という名前の通りワンパンできることも多く、これは無双と言っても過言ではないでしょう。ただ今回も一言でまとめるなら、例に漏れず孫をことなきビルドアップゲー。